です。今日はこのハンティングハンガーダウンベストの説明をしてほしいという視聴者の方がいたので説明したいと思います。これはオリーブで、これ本物のダウンが入っています。ここはですねダウンが入っていて、でこのダウンというのは水鳥の毛なんですね。でそのダウンがなんであったかいかというと、そのダウン自体があったかいというよりはダウンが膨らんでエアーをこうこの中に保持するんですね。要は空気をまとうのが一番あったかいんですよ。その空気をまとうっていうことは、外からの冷たい空気から自分の、肌までですよ、その温度が伝わりにくいということなんですね。で逆に自分の体温でこの内側が温まるじゃないですか、それが外に逃げにくいっていう効果もあるんですよ。だからダウンベストが一番あったかいんです。でダウンベストの一番の弱点は濡れるとその効果がなくなるっていうことなんですよね。濡れると乾きづらいっていうのと、あとはこう毛が縮れてしまって空気をこうまとえなくなるんですよ。だからそのダウンベストはある程度の耐水の生地、これも耐水の生地ですけど、耐水の生地か防水の生地、まあ、でも防水の生地っていうのは今あんまりなくて、最近最新のウェアでは増え始めましたけど、なかなか難しいですね。耐水でね、透湿っていうのが一番いいと思います。でこのウェアは、まあ、耐水性のある生地ですね。である程度濡れてもまだ大丈夫という感じです。新品で買った状態だとある程度撥水するんでとても便利かなと思います。で、まあ、何よりこのハンティングハンガーの特徴はポケットがたくさんあるということですね。でもあらかじめたくさん入れてますけど、どんなものが入ってるかっていうことですね。こうちょっとどんなものが入ってるかっていうのをちょっと見せていきたいと思います。ちょっとカメラの位置を下げましょう。これぐらいかな。はい、まずここ入れます、はい、まあこう今スマートフォン入れましたけどここに大体僕スマートフォン入れてます。 iPhone7 プラスですね。7プラスの結構でかいのもここに入ると、ここに iPhone でしょ、ね、iPhone で、ここペンチ入れになってます。ペンチ入れでペンチを見ますかね、こうペンチをこう刺して、でここにねホックがあるんですよ。ホックをここにこの股の間にこうはめるとこうずれないというものですね。どんどん外していきますよ。ペンチね。で、これ一番上、ここ小物入れですけど、今日はタバコが入ってますね。これタバコね。で、ここにナイフ入れ、ナイフ、ここにもねポケットがありますね。ここも蓋付きで、ここは車の鍵を今日入れてますね。車の鍵でしょ。で、この両サイドのポケット、ここには、まあ、一番一般的な
このサイズのルアーボックスが片一方に入ります。で、もちろんこっち側に入ってると、ね、2つ入ってます。で、内側にはあとね、ここにワッペンをつけるベルクロのメスがついてます。あとはこの内ポケットが3つあって、この右側に1つここにメガネ入れてますね。メガネでしょ。でこっち側には2つある。ここに押さえがあって、でこの下にもちっちゃいポケットがあって、ここにこのアイコスの機械が入ってると。結構入るんですよね。これだけ入っているので、こう見せるこれだけのものが入ってると。こんなに入ってるんですよ。全部映るカメラ映る。これだけ。こっちは違いますね。これだけ入ると、もうちょっともうカバンいらずですね、実は。うん。で、このオリーブはちょっと白っぽい服装の時に合う感じですね。今日ちょっと白っぽい服着てますけどね。暑がりの人、僕結構暑がりなんですけど、冬の寒い時でもフルでダウンを着るよりは、何か下に薄手のトレーナーとかこういうロンティーとかセーターを着てダウンを着るっていうのも僕は大好きで、だからまあ作ったっていうのもあるんですね。で、あとはね、その脱いだ時にこう薄着になった時のこの変化が、袖付きのものと比べて少ないっていうのも実はあるんですよね。それはあんまり言われないですけど、ダウンベストの方が何ていうんですかね、こう変化がなくて過ごしやすくなるっていうのもあります。ただこう袖付きのメリットももちろんあって、もっと薄手のウェアを着て外にいる時は袖付きのダウンを着ていける。で、室内では軽めの服でいられるっていうのもありますね。確かに。あとはこれはこの色と黒が今残っています。ほんの少しだけまた再生産したので、この黒の方はだいぶ少なくなってきたんですけど、まだあるので、もし気になる人がいたらぜひ、はい、買ってみてください。